澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。抱えます。エルボーを振り落とします。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。張ってまいります。腰を落とします。打ち込んでまいります。組みに行きます。ホイップしてまいります。ブロックします。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ジャックナイフで丸めます。肩が上がります。蹴りを見舞ってまいります。腰を落とします。リバースで返します。返してまいります。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ジャックナイフで固めます。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。ストンピングです。抱えます。キックを打っていきます。掴んだ。蹴ってまいります。抱えます。あと、リバースで返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。顔面を狙ってまいります。リバースで返します。スタンディングを取らせます。腕をフックします。振りほどきます。あっとホイップしてまいります。腰を落とします。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。抱えます。ハンマーが襲ってまいります。小脇に抱えます。バックドロップホールド。くの字に折れ曲がった。カウント2で返します。ロックアップ。そのまま投げてまいります。組み合います。返してまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。腕をフックします。フロントからのキック。 DDT 前頭葉が突き刺さった。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてません。行くのか。おっと丸めていった。トラースキック、喉元ピッコルヒャドリルホールパイルドライバー。フィニッシュ宣言か。そのまま体固め。カウント2つ惜しい。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、チョップからだけストッピング。トップロープを奪う。リングに戻ります。小股に挟んだ。バックブリーカーで締め上げる。ロープブレイク。抱えた。バット逆に返した。頭を掴んで、あっと急所。グラインググライン攻撃であります。抱き起こす。エルボーで返す。あー強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか。2位落としていく。いけるか。
ローリングクレイドルに持っていきます。カウント 2.5、 まだまだです。腕をフックした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。抱えた、バット返した。立たせていく、ガードした、蹴っていった、組み合った、正面から投げを見舞った、打ち込んでいく、ガジェット組み合った、あと逆に投げていった、足4の字固め、プロレス技のイロハを繰り出す。ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、掴んだ、金的攻撃、グラインググラインググラインド攻撃であります。引き起こす、グラインググラインググラインド攻撃であります。腰に手を回した、コブラツイスト、拷問コブラ、ここでロープブレイク、腕を回した、そのまま叩きつけていった、起こした、バックに回った、バックを取り返す、あっとグラウンドコブラ、岸壁の母の胸に抱かれました。あっと逆に捉えた、バックを取って拷問コブラで締め上げる、ロープに逃れました、腕を取った、あっと切り返した、組み合った、あっと首から突き刺さった、いけるか、対角線に飛ばした、エルボーで切り返す、急降下にトラップ、15分経過、引き起こす、首根っこをつかんだ、エルボー強烈、逆水平キック、腕をフックした、させません、頭を掴んで、あっ逆にパンチ、腰に手を回した、拷問コブラで締め上げる、ロープブレイク、組み合った、逆に返した、あと金的か、いけるか、あと逆に倒した、おっと腕をロックしての袈裟固め、ロープに逃れました、抱えた、あっと叩きつけていった、あっとうまく切り返した、ガジェット組み合った、ネックブリーカーで叩きつける、あっと急所攻撃、強烈に決めていった、起こした、中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。そのまま決めていった、組み合った、飛行機弾からもうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。いけるか、コーナーに振った、出たースーパー知らない、首をここで無念のゴング
目の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手のまなざしご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。抱えます。あっと、エルボー掴みます。足を狙ってまいります。鉄拳を見舞います。ここまでまだ始まったばかりなんですが、歓声を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。倒してまいります。ストンピングです。ナックルを打ち込んでまいります。腰を落とします。打ってまいります。キチンシンク胃袋攻めです。掴んだ。ラフ殺法に転じます。腰を落とします。打ち込んでまいります。ジャンピングしてろ DDT。 起こしてまいります。抱えます。肘を打ち込んでまいります。腰を落とします。あっと、リバースで返してまいります。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。ああ、スタミナをロスするわけですね。抱えます。外してまいります。熱い魂の塊、井上渉。バカがつくほどの練習の虫であります。どんな相手にでも真正面からぶつかっていくこの男の直線的ファイトは、老若男女を問わず幅広いファンの共感を呼んでまいります。引き起こします。蹴ってまいります。掴んだ。エルボーを落としてまいります。腕を取ります。あっと、そのまま倒します。起こします。腕を回します。グラウンドコブラに持っていった。カウント2。もう気持ちだけで打ってますよね。はい、ロープに振った。スリーパーで頸動脈を締め付ける。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた。ボディースラム投げつける。起こした。ドロップキック。奥歯を噛みしめた。パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。グラインド、グラインド、グラインド攻撃であります。ベースバスター、顔面粉砕。キーロックで固めていった。ガジェット組み合った。あと、逆に返した。足を殺していった。組み合った。正面から投げていった。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。腕をフックした。あっと、叩きつけていった。フィギュアフォアレッグロック、足を抜きだ。抱えた。蹴っていった。いけるか。逆に返した。片エビに持ち込む。ロープブレイク、チョップ、キーロックで締め上げていく。していった。打ち込んでいく。いけるか。あと、逆に倒した。足を打ちつけていった。腕をフックした。そのまま叩きつけていった。キーロックで締め上げていく。ここでロープブレイク、頭を使っブロックした。チョップ強烈、巻き起こす。抱えた。あと、 DDT。 10分経過。
う精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ネックブリーカーで叩きつける。キーロックで固めていった。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。ネックブリーカー落としていった。立たせていく。グラインド、グラインド、グラインド攻撃であります。組み合った。あっとネックブリーカードロップ。カバーの体勢。カウント3つ、カウント3つ入りました。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。エルボーを落としてまいります。組み合います。投げてまいります。ストンピングです。抱えます。打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。腰を落とします。エルボーを振り落とします。キックを打っていきます。肘を打ち込んでまいります。フロントからのキック、ナックルを打ち込んでまいります。振りほどきます。蹴ってまいります。フロントからのキック、抱えます。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。そのまま腕を固めていきます。掴んだ。あっとエルボー、腰を落とします。カナディアンで担ぎ上げます。熱い魂の塊、井上渉。バカがつくほどの練習の虫であります。どんな相手にでも真正面からぶつかっていくこの男の直線的ファイトは、老若男女を問わず幅広いファンの共感を呼んでまいります。抱えた。おっと外した。ミミズバになる逆襲兵。エルボーを打ち込む。バットをホイップしていった。頭を掴んでエルボー強烈。腕をフックした。あっとそのままショルダークラッシュ。起こした。腰に手を回した。あっと返していった。抱き起こす。グライン、グライン、グラインド攻撃であります。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。引き起こす。抱えた。あっと DDT。 グライン、グライン、グラインド攻撃であります。バックに回った。拷問コブラで締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。キーロックで固めていった。ロープブレイク。強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。重い逆水兵だ。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。脳天チョップ。いけるか。ネックブリーカー落としていった。カバーの体勢。ここでロープブレイク。小股に挟んだ。あっと返した。キーロックで締め上げていく。腕をフックした。蹴り上げていく。引っこ抜きか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。首根っこを掴んだ。エルボー。片指に持ち込む。
ロープに逃れた。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。トップロープから流れ落としていった。グラインド攻撃であります。いけるか。